はい、こんにちは、116インズです。サマーキャンプの方は始まったんですけれども、コロナ関係で MLB 結構バタバタしていまして、選手が今シーズンのプレーを辞退したりですとか、選手がコロナの陽性反応出たりですとか、あとは一部チームの検査結果が出るのが遅れてしまって練習を中止せざるを得ない状況に追い込まれているチームなど、いろいろなことが今起きていまして、本当にこのまま開幕を迎えられるのかっていうところが、少し不安ではあるんですけれども、今日ですね、 MLB の方から各チームの試合日程が発表されました。で、開幕戦は7月23日に2試合行われまして、まずはヤンキース対ナショナルズで、こちらの試合は ESPN で全米中継されるようですね。で、それからもう1試合はジャイアンツとドジャース、西海岸のライバルチーム同士ですね、この2カードということで、いきなりですね、注目のカードを持ってきたなという印象ですね。特にヤンキース対ナショナルズですよね。ヤンキースはコンオフフリーエージェントでアストロズからギリットコールを獲得しましたけれども、このコールがもしかしたら開幕戦のマウンド立つかもしれませんし、で、ナショナルズ側はマックス・シャーザーかスティーブン・ストラスバーグ、どちらかが投げると思うんですけれども、どっちが出てきてもコールとのエース対決ということで、このマッチアップは本当に楽しみですね。開幕戦から非常にハイレベルな投手戦がもしかしたら見られるかもしれませんので、期待したいですね。また合わせて MLB at Field of Dreams も実施されることが発表されました。8月13日のホワイトソックスとカージナルス戦で行われる予定でして、当初はですね、ホワイトソックスとヤンキースの試合ということだったんですけれども、今年は同地区での対戦ということになりましたので、対戦カードがヤンキースからカージナルスへと変更となっています。で、これどんな試合かと言いますと、フィールドオブドリームスという映画があるんですけれども、その舞台となったアイオワ州ダイヤーズビルで、実際に映画の撮影に使われた野球場の近くに、新しい野球場を建設してメジャーリーグの試合を行うというものなんですね。MLB の公式戦としては史上初のアイオワ州での開催となるんですけれども、今年はオールスターゲームも中止になりましたので、この試合も本当にできるのかなってちょっと不安なところもあったんですけれども、まだ観客を入れるかどうかは分かってはいないものの、とりあえず実施する方向で動いているというところは良かったですね。私自身フィールドオブドリームスという映画は、野球映画の中でも結構好きな部類に入る映画ですので、当日は映画を思い出しながら試合の方を楽しみたいなと思います。そして気になる我らがマリナーズの試合日程なんですけれども、マリナーズですね、なんと開幕アストロズ戦を引き当ててしまったんですね。アストロズといえばコンオフサイン盗みの問題でかなり球界を騒がせたことは、今更説明する必要もないかと思うんですけれども、今シーズンのアストロズは周囲から非常に厳しい目で見られるシーズンを送る予定でした。開幕が延期となる前のスケジュールでは、アストロズはエンゼルスとの開幕戦をプレーする予定でして、で、そのエンゼルス戦に2017年のワールドシリーズでアストロズに敗れたドジャースとファンが大量に押し寄せて、アストロズの選手たちに大ブーイングをするんじゃないかという話もあったので、アストロズの開幕戦どうなるかっていうのは非常に注目されていたところなんですね。ただ開幕は延期になってしまって、で、その役割がマリナーズに回ってきたわけですけれども、これはですね、マリナーズ責任重大ですよね。おそらく今回のサイン盗みの一件で、多くの MLB ファンはアストロズに開幕戦敗れてほしいと、おそらく願っていることでしょうから、マリナーズもなんとかですね、開幕戦白星を掴んでほしいですね。ただ正直いきなりアストロズ戦はしんどいんですよね。昨年は本当にアストロズにボコボコにされまして、シーズンでの対戦成績がなんと1勝18敗。およそプロ野球ではありえないような対戦成績ですよね。サイン盗みの恩恵があったんじゃないかと励ましてくれる方も一人ぐらいはコメント欄にいるかもしれないんですけれども、ただ残念ながら昨年のマリナーズとアストロズ見ている限り力の差は歴然でしたので、サイン盗みがあるかないか以前の問題だったのは、認めたくはないですけれども、認めざるを得ないですね。で、今年はマリナーズヒューストンで開幕を迎えるんですけれども、昨年はヒューストンで10連敗を喫しまして、一つも勝つことができませんでした。なので贅沢は言わないので、開幕4連戦、開幕戦だけでもいいので、一つは勝ってほしいなっていうところが率直な願いですね。エース格のゲリットコールが抜けたとはいえ、依然としてアストロズの戦力は充実していますので、マリナーズもですね、4連戦なんとか食らいついてほしいなというところですね。ということでマリナーズはいきなりヒューストンで開幕ということで、正直かなり不安ではあるんですけれども、ただ2週間後再びメジャーリーグが帰ってくるのは素直に楽しみです。そしてね、とにかく無事にシーズンが進んでほしいなと思いますね。もちろん選手の健康面の不安もありますし、また今年は調整の期間がかなり短くなってしまっていますので、調整不足から来る選手の怪我などもちょっと不安ではあるんですけれども、なんとかですね、選手たち66日間で60試合と、非常にタフなスケジュールではあるんですけれども、無事にですね、最後まで走り切ってほしいですね。
依然として様々な課題が山積みの状況ではありますけれども、いよいよ2週間後メジャーリーグが開幕する日を楽しみに待ちたいと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。